スーパーマリオメーカーやっていきましょう。鬼アクションへ。これ本当に難しいわ。半端じゃないわ。まあ、早速遊んでいくけれども、これ本当にクリアできんのかな俺。なんか無理そうな気するわ。本当にもう最初から難しすぎるよこれ。いけ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。うわっ、かぶっていこう。なんで、なちゃい。よし、123ガリアだー。かぶっていこう。よし、123ガリア、オッケー、ドゥー、はいやー、オッケー、123ガリア、なんで23ガリア、23ガリア、出た出た出た、やばい、おぶねえ、いい微調整が入ったな今。そのブラックパックいける気しないわ。123ガリア、ブーン。なんで茎、ブラックパックの茎強すぎる。ケイ、なんで茎、よいしょ、いい、行こう。このマリオできる子、ちょっと、いけた、うん、あ、ちょ、せっかくいけたのに。よいしょ、いい。ふわっくわ。けい。ふっ。あ、出ました。あ、こんにちは。おった。ふっ。お好きだ。なんでスピンしちゃったのかな。おっと、オッケー、届く、いい子、オッケー、あぶねー、いい微調整だ。ふわっ、なんでじゃ、あぶねー、ふわっ、あー、じゃスピン来た、オッケー、よし来た、よし来た、やっとここまで来た。なんでそこで死ぬの、やった、よし、なんかコツつかめたぞ、ここ分かったぞ。ちょっと飛びすぎたね後ろにね、やった、いいスピンジャンプだ。クリアできた。全然喋れねえ、難しすぎて喋れないよこのコース。無事クリアできました、ありがとうございます、お疲れ様でした。この動画フェイトさんとコーダーさんもですね、同じ日同じ時間帯にこのコースの動画を上げてます。
直接お二人がこの動画に参加してるわけではないんですけども、まあコラボの一環としてですね、動画を作らさせていただきますわ。3人で話し合ってね、まあ何かやらないかってことでやらないかってことで、はい、まあアクション性の高いコストを3人でクリアしてみたらどうかっていうことになりますですね、こういう動画を作らさせていただきますわ。また何かできたらいいなぁ。まあコース作ってそれをまあ回して遊ぶっていうのももちろんなんですけどね、また3人で、あるいはまた人が増えてね、マリオメーカーにしろ何にしろ他のゲームとかでもね、一緒に遊べたりしたらいいなぁなんとは、なんかとは思ってますんでね、まあそんな機会があればまた動画あるいは生放送とかにしてね、皆さんにこうお届けできる機会があればいいなぁなんて思っていたりしますんでね、ぜひその時は遊んでいただけたら嬉しいです。動画の概要欄に、いろいろとリンクを貼り付けると思います。このアスカさんのコース、アスカさんが攻略しているウラルですとか、コーダさんやフェイトさんのチャンネルのリンク、アスカさんのチャンネルリンク貼り付けますので、ぜひぜひ覗いてみてください。あのブラックパックのところで何回やられたんだろうな。あと最初もねかなり難しいんでね、ぜひ遊んでみてください。じゃあ今回はこれで終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。すげえすげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわ。